さあ、それでは続きまして皆様、お待ちかねといいますか、ここをすごく楽しみにされている方も多くいるんじゃないかなと思いますけれども、こちらのコーナーに移っていきたいと思います。題してゼルビアプレイヤーズトークーやります。さて、このコーナーの進行はこちらの方、ゼルビアをよく知るこちらの方にお願いしたいと思います。ご登場ください。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。ありがとうございます。本当に佐藤光さんこと佐藤光晴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうな出てますね。出てますか。ゼルビアに出てますね。いや、ありがとうございます。私は町田市出身で町田在住なので、はい、こういう地元のチームがどんどんこう強くなっていくって本当にもう喜びで、地元のクラブが J リーグにあって、いや、もう最高ですね。応援しない理由の方がないですもんね。そして今こういう形でねこんななんか最先端のところで、そうなんですよ、このバーチャルのすごいですよね、はい、もうスタジアムにいますもん。僕が小学校の頃から考えるともう信じられない、いや本当ですね、技術の進歩とその町田のチームの進歩といいますか。本当ですよね。本当にこのスタッフの皆さんとかね、選手の皆さんに頭が上がらないですけども。だってなかったですもんね。そう、だからそれこそ僕は大友社長と同級生で、そうだ、同じ小学校、中学校のサッカークラブ、別のチームだったんですけど、試合を一緒にしてた中なんで、それが、いいですね。里見さんはこういうふうに一言で関わって、はい、大友社長は社長になって、すごいですね。すごいですよね、本当に。本当に感慨深い。そしてさっきも大友社長からクラブの今シーズンの経営方針とか、いろいろありましたけれども。天空の城の下、かっこよかった。あのロゴもすごくかっこよかったし、どんどん進化しますね、FC 町田ゼルビア。今年のゼルビア、はい、本当楽しみですね。楽しみですね。いろんな夢がこう詰まってて。本当ですね。選手もたくさん来ましたしね、また。嬉しいですね。しかもこうハンジさんとまた和田さんと一緒にこういうのできるっていうのも。いや、そうなんですよ。喜び。まあ本番中のオンエアに言うのもなんですけど、もっと機会増やしてほしいですよね。もっと3人でやりたい。よろしくお願いします。私はいろいろあるかもしれないですね。あるかも、そうですね。よろしくお願いします。さて、この時間は里見さん、よろしくお願いします。ゼルビアプレイヤーズトークということですけれども、はい、どんな企画になってますか。さあ、今シーズンのゼルビアに欠かせない選手たちにですね、お越しいただきまして、はい、普段はなかなか聞けないようなことを深掘って質問して聞いていこうという、はい、まあシンプルなトークコーナーに最高でございます。待っております。いろんなお話聞きたい方、いや、そうですね、いろいろ聞きたいですね、本当に。いいですよね、この選手と話せる。これシーズン始まっちゃうと、そうなんですよね、なかなか選手の人柄とか、そうなんです、どういうこと考えてるのかって分かんないけど、ここでこうぜひファンになっていただいて。そうですね、新チームですし、そう、開幕前なのでいいですよね。ちょうどいいタイミングかなと思いますので、よろしくお願いします。で、はい、ですね、皆さん YouTube でご覧いただいていると思うんですけれども、はい、選手の皆さんの質問もコメント欄で募集しておりますので、はい、で、iPad でハンジさんがチェックして、はい、その今いただいた質問、はい、ハンジさんが iPad、 ハンジさんはもう iPad を持つんですよ。ハンジさんが iPad、 手慣れたもんですよ。もうスッスッフリックフリックですよ。すごいな、ハンジさんも進化しております。ありがとうございます。すぐそのまま質問させていただきますので、はい、ぜひともコメント欄で、はい、質問の方ご参加よろしくお願いします。はい、お願いします。あと Twitter とかでもね、ぜひハッシュタグつけてつぶやいていただけたら、はい、この今やってるよっていうのがどんどん拡散されると思いますので。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、準備の方は整ってるんですか。大丈夫ですか。 OK、 はい、それではここからは里光さんとハンジさんにバトンを渡しして、はい、いきたいと思いますので、はい、お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。たつくさん、ありがとうございました。いや、楽しみですね、ハンジさんね。楽しみですね、いうお話が聞けるということで、はい、さあ、それでは早速ゼルビアプレイヤーズトーク始めてまいりましょう。まずは新加入選手を代表しまして、こちらの4名です。どうぞ。背番号9番、フォワードチョン・テセ選手。背番号18番、ミッドフィルダー長谷川アリア・ジャスユル選手。背番号3番、ディフェンダー三木海選手。背番号28番、フォワード太田修介選手。よろしくお願いします。それではお座りください。こういう配信でお話しする機会ってこれまでって あるんですか。全然ないですよ、ですかね。ある人いないんですか。なかなかこう、そうですよね、はい、試合するのとこういうトークで話すのってどっちが緊張しますか。試合の方が緊張する。よろしくお願いします。お願いします。で、アリア選手もね、はい、ちょっとうっすらご縁があってようやくお会いできて。そうですね、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。三木選手、町田は久々のね、
おお、ということですけども、いろんなお話を伺って、ハジさんはそうか。そうですよ。ずっとね。お帰りなさいってことで。はい、よろしくお願いします。太田選手はハンジさんの注目のね。そうなんですよ、注目に挙げて、まあ、チョンテ選手がなんで俺じゃないのかって顔はしますけど。僕の注目選手、ありがとうございます。いろんなお話伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、質問の項目がございまして、皆さんにはですね、下にありますホワイトボードに回答の方を書いていただきまして、どういうことになるかというのを後々いろいろ深掘っていこうというコーナーになります。まず早速参りましょう。最初の質問はこちらです。ポポさんの印象はというか、監督の印象をちょっと伺っていこうということになりますので、皆様、ポイントボードの方にお書きください。よろしくお願いします。いや、これ気になりますね。新加入選手の。そうですね。新加入選手といえども、長谷川リア・ジュースール選手で、三木川選手は知ってる中なんですね。そうですね。はい。そうですね。ハジさんから見たと、まあ、まずはとても熱い方ですね、はい、でも常に先頭に立って選手を引っ張っていってくれているので、はい、見ててもね、その公園とかで、サポーターがすごい里見さんなんですけど、さあ、この新加入の選手がどのように監督の印象を持っているかというか、監督が見てる可能性あるんでね、下手なこと書けないというのもあるかもしれませんけども、さあ、皆様いかがでしょうか。結構長く書いてますね。嬉しいですね、はい。いかがでしょうか、皆様。あ、三木選手を最後まで書いてくれてますね。さあ、お書きいただきましたでしょうか。それでは見せてもらいましょう。どうぞ。僕のマイク聞こえてない。あ、じゃあ、出していただきました4名ですね、じゃあ早速ですね、定勢さんからホスピタリティグッドということですけども、これはどういうことでしょうか。でも接していきながら、いろいろ喋りながら、まあ、先日のことも結構ストレートに聞いてくれたり、あ、で、まあ、毎日なんか近況とかよく聞いてくれるんで、すごいなんかホスピタリティが高いなっていう風なのを感じたんで、ホスピタリティグッドって書いてみたんですけど、はい、これをまとめると、ホスピタリティっていう言葉を使ってみたかったっていう、うん、まさかの言いたかっただけというさすがですね。さすがですね。しかグッドということで、じゃあ結構、じゃあコミュニケーション取る機会も結構あるんですか。取れますね、はい、話しかけてくれるし、はい、試合の後とかもっとこうしてほしいっていうのは言ってくれた方が選手としては助かるんで、言わずに外されるよりも。じゃあ意図がちゃんと伝わって、はい、だいぶ助かってます。なるほど、ありがとうございます。さあ、アーリア選手参りましょう、はい、出会った時から変わらないという、うん、結構出会いは古いですもんね。そうですね、僕は FC 東京時代にちょっと出会ったんですけど、はい、その時から何も変わってないなっていう。最初の印象って どんな感じだったんですか。そのもう相当前だと思いますけど。いや、もう本当に今テセさんが言ったみたいにすごく親身になっていろいろ話してくれますし、なんか選手だけじゃなくていろんな方にもファミリーというか、うん、なんかそういうふうに接してくれるので、すごくなんかありがたいというか温かい方だなっていうのは思ってました。特にそのアリア選手はもう半ばも親子というか、かなり太い強い絆でね、そうですね、繋がってます。今回久々にこうね、またご一緒するのはいかがですか。はい、そうですね、僕も5年ぶりぐらいになって多分一緒になるんですけど。そうですか。まあ、常に信頼もしてますし、うん、あの監督に対しての恩返しも含めて、うん、FC 町田ゼルビアのために頑張りたいと思います。いや、ありがとうございます。さあ、三木選手、熱い、そしてちょっと小さい文字で、これカメラ抜けるか分からないですけど、過去怖いという文字までありますけど、三木選手、これいかがですか。そうです、まあ、あの僕も2度目なんで。そうですよね、はい、10年前に一緒に10年前ですか、はい、一緒に仕事やらさせてもらってるんですけど、はい、その時は僕17歳で、そうか、すっごい怒られた記憶があってだからちょっと、ね、あの怖いって書いたんですけど、でもすごい、あのさっきもアリア選手言ってくれましたけど、あの親身になっていろいろやってくれてるので、そこは本当にありがたいです。10年ぶりに会った印象ってまたちょっと変わりますか。いや、もう全く変わる、本当に一緒に全く変わらない。そうですか、はい、もう本当に熱いなって思いました。その怖さみたいな、少しどうですか、和らぎました。まあ、あのやっぱこう一緒に戦ってくれてるので。なるほど、共闘っていうね、はい、だから、はい、まあ、怖い時もありますけど、まあ、その熱が必要っていうね、はい、なるほど。さあ、太田選手は未来を見せてくれるということです。これどういうことですか。はい、まあ、コミュニケーションはすごい取ってくれるんですけど、うん、まあ、その中で僕自身が
選手としてのキャリアを進んでいくときにもっとこうした方がいいっていうキャリアを進む中でもっとこうしたらお前は大きくなれるっていうような、まあ、未来を見せてくれるんで、はあ、まあ、それは選手にとってはモチベーションになるし、うん、未来を見せてくれる監督っていうのはいい監督だなというふうに思うので。なるほど、それはもう選手のモチベーションにも関わってくるところですもんね、はい、モチベーションは高くなりますね、はい、なるほど。いや、ハンジさんこういう印象だそうですね。まあそのままです、ね、基本やっぱその熱いとかね、こう夢があるっていう思いがしっかり選手にも伝わってるということなんじゃないでしょうか。さあどんどん参りましょう、続いての質問は2を言っちゃっていいんですかね。大丈夫ですか、順調に行きましょう。さあ続いての質問こちら、キャンプ中に仲良くなった選手はということで、これも気になりますね。さあ皆さんお書きください、どうぞ。ハンジさん、やっぱキャンプ中って結構選手同士は仲良くなったりするもんなんですか。そうですね、ただやっぱり新加入選手が多いと、はい、やはりまあお互いちょっと遠慮し合ったりだとか、どっちから話しかけるのかっていうのがあるので、はい、まあ、大体はその年上の選手から声をかけるって形ですけど、うん、まあ、逆にちょっと聞いてみたいです ね、どういう選手と仲良くなったのかっていう、この4選手がね、どういうふうに過ごしてたかっていう。ハンジさんは結構自分から話しかけるタイプだったんですか。僕もこう見えて意外とあの人見知りな部分があるので最初はちょっと丁重に、はい、声かけつつ、あの何でも話しかけてほしいと、あ、なるほどね、いうようなことで、あの最初はアプローチしますね、そこからこう関係が作るということで。さあ皆さん書き上がりましたでしょうか、見せていただきましょう、どうぞ。さあテセさんは人見知りなのでいない、できるまでに3年かかるということです。テセ選手3年かかりますか。大体3年ぐらい。だいぶかかりますよ。なんで僕もう受け身な人間なんで、はい、だいぶ受動的なんで、はい、自分からランチ一緒に行こうって言えるまで3年かかる。いや、だいぶかかるじゃないですか。そうなんですよね。もう大体だから一人パパって言ってパパって食べて。そっか、なかなか、はい、でもやっぱテセ選手やっぱそのキャリアも長いですし、はい、年上だし先輩だしベテランだし若い選手声かけにくいと思うんですよ。まあ、そうなんですよね。なんて、はい、怖いじゃないですか。怖いですよね、はい、見た感じ僕は人のこと言えないですけど、はい、どんどんあの引っ張って声かけてほしいですね。あ、じゃあテセ選手あの若手から声かけてもいいんですか。声かけられたら1来たら大体8、9は返すように。結構返しますね。なんでも、でも1が来ないんで8、9も返せない。じゃあ今日選手見てるけどぜひ声かけていただきたい。言っちゃったら逆に気使ってもっと来なくなる。そこ答えてほしいってことですね。逆にちょっと気になる選手とか話してみたい選手いたら。います、誰か気になる選手ですか。他人に無関心なんていないんですよ。ちょっとこれからですね、じゃあね。じゃあ3年はじゃあゼルビアいていただけるということでよろしいんでしょうかね、うん、本当にありがとうございます。さあ有谷選手、青木選手ということで、はい、仲良くなりました。あのキャンプで同じ部屋だったんですよ。同じ部屋ってやっぱ喋るんですか。それでめちゃくちゃ仲良くなりました。どんな話したんですか。お互いの趣味だったりとかぐらいですかね。趣味なんか どんな趣味が話し合ったんですか。ちなみに青木選手は、うん、なんか結構車とかバイクとかも好きらしくて、で僕も車好きなんですけど、なんかそういう話で盛り上がったりとか、はいはいはい、あと去年ずっと強化指定でしたよね青木選手、はい、でゼルビアの話を聞いたりとか、すごくなんか楽しく過ごさせてもらいました。あ、有谷選手は割と人見知りとかしないタイプですか。もう全然しないですね。あ、青木選手以外も、まあ、ほとんどの人とは話しましたし、あ、いいね、まあ、みんなと仲良くなれたと自分は思ってます、はい、みんなからも多分ねそう思ってると思いますけれども。さあ三木選手いきましょう、大輝レオ模擬集ということで、平戸選手と高井選手と高選手と模擬選手3人仲良くなりました。そうです、ツイッターでも上がってたと思うんですけど、練習前に一緒にリフティングをして、はい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 、よくこうアップをしてて、はいはいはい、その中でも3回ミスったら一発芸やるみたいな感じでやってて、すごい楽しんでました。やっぱこの自分のちょっとなんかこう恥ずかしい部分というか、その1回ねギャグとかやって滑ったみたいなところを見せて仲良くなるみたいな、そうですね、あるんですかね、はい、あ、3人いいですね、仲良くなる選手が多かった。さあそして大津選手は奈良釈迦選手。奈良釈です。釈迦。釈迦はまあいいキャラとは聞いてたんですけど、はい、まあ、僕もキャンプで同部屋で、あ、そうなんですね、まあ、うん、だいぶいいキャラでしたね、やっぱりパーソナリティの部分が
まあ、掘れば掘るほど面白いものが出てくるというか、はい、なんでだいぶ可愛かったですね、はい、すごいなんか一生懸命とか真面目な真面目、そうですね、サッカーに対してはすごい真面目だし、はい、考え方とかも、まあ、高校を卒業したばっかとは思えないぐらい大人の考え方とかしてて、うん、はい、まあ、若干そこはちょっと気持ち悪かったりするんですけどまあでも真面目だし、まあ、ただ面白いもの持ってるんで、なかなか面白かったです、はい、いや、ありがとうございます、はい、さあということで、じゃあ続いての質問に参りましょう、こちら続いては、あ、太田選手に向けての質問ですね、大学同期の福井選手と一緒のクラブになりましたが、彼のことをどう思っておりますでしょうかということで、ピンポイントの質問ですが、これは誰からなんですかね、これはいいんですかね、あ、ちょっと待ってくださいね、後ろで手が上がってますね、これは福井選手と一緒のクラブになりましたがっていうふうに、なんか他人を装う質問来てますけど、福井選手が書いたんですね、本人からですね、これじゃないんですよ、福井選手は大学の時ね一緒だったんですよ、大選手ね、そうですね、どうですか、本人から質問来てますけど、これ書かなくて大丈夫ですか、これが口頭で大丈夫です、はい、大学の時か、まあキャラは、まあ、皆さんが知ってるような何でもできちゃうっていうか、あの面白いこともできるし、うん、誰とでも仲良くなれるし、はい、まあ、そういったキャラなのは変わってないし、うん、まあ、後輩からもめちゃくちゃいじられてますしだけど、まあ、サッカーの面で言ったら頼りがいが出てきたというか、大学生の時よりもなんか頼りがいのあるようなプレイヤーになってて、そこは嬉しかったですね、あ、はい、やっぱ入ってきたチームに一人、いや、そのずっとやってきたメンバーがいるとやっぱ違いますかね、はい、やっぱりそうです、まあ、町田のこともいろいろ聞けましたし、うん、まあ、ただちょっとまだ僕の良さを引き出してくれてないのでそれはもうちょっとやってね、やってくんないと、はい、もうちょっとやってほしいかなというのはあるんですけど、自分ばっか美味しい思いして、はい、ダメですよ福井さんね、ちゃんと引き出してくださいよろしくお願いしますさあということで、あ、ここからですね、あのサポーターの皆さんの質問をですね、じゃあ iPad から、いやたくさん来てますね、お願いします、アンジさん、特に多いのは、テテ選手、今年もテテキムチは販売するのですか、作るのですかって書いてますが、残念ながら販売中止です。あ、なんでですか、これは残念ですね、はい、ただまあ、はい、この体、はい、どのような食事を取ればこの体になりますかと、いい質問ですね、多分お子様からの質問だと思いますが、素晴らしい質問ですね、そんなもんご飯食べないですけどね、量はそうなんですかそれ質問に反するようで申し訳ないんですけど、あ、意外とそのたくさん食べるわけない、むしろダイエットですね、あ、そうですか、体は本当大学時代に鍛えたのを名残で今ちょっとずつちっちゃくなってます。その時のちっちゃくなってるんですね。ちっちゃくちゃ大きいですけども。はい。あ、そう。手製キムチはちょっともう販売しないですね。妻が大変すぎて。あ、そうですか。去年とかもう連戦で、はい、新潟清水で週に2回作って人も雇ってやったから。そう。毎日子供を見る暇もないぐらい作ってたから、もう今年やめようって教育に専念しようって言ってやめました。そうですか、またチャンスがあればね、はい、お願いします。あとは、はい、長谷川アリアジャスール選手、はい、一番得意なポジションはどこですかと、いっぱいできますもんね、いろんなところが、ユーティリティプレイヤーだと思いますが、難しいですね、それ。僕的にはトップ下だったりとかすごいやりやすいんですけど、まあ、ボランチもできますし、サイドもできますし、そうですよね、幅広い。去年はワントップもまあ、ツートップの形でしたけど、フォワードもやらせてもらったの で、 素晴らしいです、ね、求められるものであればしっかりとやりたいなと思います。ありがとうございます。 いろんなポジションでの活躍が期待できると思いますけども、さあそれではですね、最後にサポーターの皆さんへ今シーズンの意気込みとメッセージをそれぞれよろしくお願いします。じゃあ選手から、はい。いや、もうキャリアもだいぶ終盤になって、今までいろいろな経験してきたんですけど、まあ、これまではもう自分が上に行きたいっていう気持ちでずっとやってきたんですけども、こうやって新しく歴史を作る段階のチームに来れて、上を目指すすごい勢いを感じるのがすごく幸せな気持ちで、練習してます。このままシーズンを今年すごくいい成績で終えられるようにみんなで一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。さあ、じゃあアリア選手よろしくお願いします。FC 町田ゼルビアが J1 昇格という目標に向かってね、みんなで、一つになって戦えるためにも自分の力をしっかりと発揮して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ三木選手お願いします。はい、
早くピッチに立って、成長した姿を見せられるように、頑張りたいと思います。一緒に戦いましょう。ありがとうございます。さあ、それでは太田選手お願いします。自分が持っているものを、全て出して、チームが J1 昇格を成し遂げることができるように、頑張りたいと思いますので、ファンサポーターの皆さんも、ぜひ現地に足を運んで応援してください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあそれは最後にですね、スクショタイムということで皆さんにはゼルビアポーズの方を取っていただこうと思います。それではじゃあその場でお立ちいただきまして、ゼルビアポーズの方をよろしくお願いいたします。さあ皆さん、ご覧をいただいた皆様、ゼルビアの Z、 そして加入のこの4人のゼルビアポーズでございます。いいですね、凛々しいですね。テス選手いい笑顔ですね。ありがとうございます。あ、顔もうちょっと笑顔で笑顔で笑顔で、あ、まだありがとうございます。さあということで、ありがとうございます。さあということで、このゾーンはですね、チョンテセ選手、長谷川選手、ミッキー選手、太田選手でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いや、ハンジさん面白かったですね。いや、楽しいですね。本当はもっともっといろんな話聞いてみたかったですね。ねえ、時間がある。またこれ時々いろんな選手の話をね、はい、聞くというのもやってみたいですね。すごかった。テセ選手面白いですね。もっと引き出したいですね。ちょっと若干僕が横にいたのでちょっと緊張してたかなっていう気持ちもなくはない、はい、悪ふざけのスイッチもしっかり入ってて、はい、素晴らしかったですね。さあということでございまして、続いてのコーナーに参りましょう。続いては若手選手を代表してこちらの4選手です。どうぞお入りください。背番号42番ゴールキーパー福井幸喜選手、お願いします。背番号13番フォワード岡田裕樹選手、お願いします。背番号14番ミッドフィルダー吉尾海奈選手、お願いします。そして背番号6番ミッドフィルダー佐野海舟選手です。よろしくお願いします。お座りください。お願いします。じゃあということで、福井選手は先ほどね、太田選手からもありましたけど、はい、もっと太田選手がいじってこう自分の魅力を出してほしいと、引き出してほしいって言ってましたけども、どうですかそのあたりは。彼は、はい、まあ、大学の頃はもう自分から活発でもうやってたんですよ、そういう、はいはいはい、でもなんかなんですかね、プロになってちょっとぬるま湯に使ってたのかな。町田来てちょっとあら、何してんだろうっていう引っ込み思案な感じですか。でこっちもなんか行けないみたいな。でもさっき聞いたら、うん、ね、来てほしい、もっと行ってほしいって言ってましたよ。何でもこれからギャンギャン、仲はいい。それ悪かったらもう、そうですよね、あんな仲良くツーショットの写真撮んないですもんね。仲はマジでいいですね。仲はいいですね、はい。そして岡ちゃんですよ。あ、よろしくお願いします。岡田選手がですね、もう僕のラジオをずっと聞いてくれてるんですよ。ヘビーリスナーで本当にありがたいんですよ、はい。ハンジさん、お母ちゃんが会いたい芸能人で、このあまたいる芸能人の中で僕の名前が出たんですよ。素晴らしいですね。すごいですよ。あ、ありがとうございます。上戸彩とかでもなく僕なんですよ。いや、もちろんそれは里見さん一択で。ありがとうございます。今日はいろんなトーク聞けそうですね。いや、楽しみですね。お願いします。そして海奈選手もね、よろしくお願いします。いろんなお話をちょっと聞いていきたいと思いますので、お願いします。佐野選手もちょっとヒゲを、はい、蓄えてらっしゃって、はい、お願いします。イメチェンですかね。渋いですね、はい、いつから伸ばしてるんですか。宮崎キャンプからです。あ、キャンプからです、はい、本当に20歳かよ。20歳かよっていうね、声もありましたけど、いや、僕がね、新しい6番像を作るのを、はい、回収作ってくれっていうような話をしたんですよ、はい。間違った方向に行っちゃいました、ね、間違いないですね。そう、ヒゲの方に行っちゃった。今のところヒゲだけですから、今のところハンジさんのね、6番引き継いでますから、うん、いろんな話聞いていきましょう。よろしくお願いします。さあ、では早速質問に参りましょう。最初の質問はこちらです。ドン、今シーズンの注目ポイントはということで、じゃあ皆さんお手元のホワイトボードにお書きください。お願いします。さあ、ハンジさん、この4名は、まあ、この町田をこう次世代支えていくといいますか。そうですね、勢いのある若手ですけども、昨年も中心になってやってくれた4名なので、素晴らしかったですよね、この4名の活躍が。本当にそんな4人がこの新たに2021年の注目ポイントをどう考えているかと。そうですね、ということです。あの海舟選手がどう書くのかちょっと注目ですね。6番の師匠のプレッシャーがすごいですけども、あと岡田選手も、はい、はい、そうですね、岡ちゃんもね、どのような目標を立ってるのか楽しみですね。やっぱりね、大きく
注目ポイント、注目ポイントですね、ここに注目してくれ、あと俺はこうするでもチームでも個人でも、はい、どちらでも構いませんので、まあ、いろいろ思いがあると思いますが、まあ、シーズン前ですから、ぜひともちょっと大きい話が聞けたらいいかなと思います。さあ、佐野選手と萱野選手はもう書いていただいてて、はい、福井選手と岡田選手が書き終えましたでしょうかね。はい、大丈夫です。 OK、 それでは出していただきましょう、どうぞ。さあ、一人ずつ伺っていきましょう。福井選手、はい、手製の癖ということで、ま、これどういうことなんですか、コメント。あ、俺が癖。福井選手これどういうことですか。いや、もうテスさんさっきも言ってましたけど、はい、あんな人見知りとか、うん、全然そんなことないですよ。あ、そうなんですか。皆さん違いますからね。騙された。騙されてます。すごい自分から来ますよ。いや、ただテスもあのような感じですけど、はい、まあ、福井選手とはわりかしちょっとこう近い感じかなって僕が感じたんですけど、うん、どうですか。いや、もうめちゃくちゃ話してます。はい、福井選手がね、うん、自ら、まあ、それも、そっかそっか、逆に俺怒られましたから、うん、テスさん、なんでお前全然絡んでこないんだよみたいな、お前がこのチームでそういう役割だから俺に近づいてきて広げなきゃいけないじゃんっていう、うん、なるほど。まずは福井選手みたいなキャラの人がこう、うん、切り開けと、はい、そうっす。だいぶじゃあ仲良くなって、仲良くなったんですけど、ちょっとまだちょっと癖が強すぎて、うん、どんな癖があるんですか。もう面白すぎるのと、うん、なんかもうさっきもあの笑顔で写真とか、あの感じね、全然やってくれるんで、なんか人見知りは絶対嘘っすね。結構こう確かに何考えてるか分かんないようなとこが、そうですね、また魅力ということですかね。さあ、じゃあ岡田選手いきましょう。ちょっと佐野選手とは違う切り口でいきたいなと思ったんですけど、はいはい、監督のあのベンチ際での振る舞い、一緒にこう戦ってるというか、あの野津田にホームである響き渡るあの声だったり、すごいですよね、ジェスチャーというか、うん、他のあの J2 のチームにはない監督の熱量かなと思うので、ね、そこも含めてチームですもんね、もうね、はい。どうですか、その試合中にポポさん の, その声とか様子ってやっぱあのずっと気になるというか。そうですね、よかったらブラボーって大声で言ってくれますし、ダメなプレーはダメで引き締まるというか、まあ、たまにこの回って怖い時もあるんですけど、怖いか怖いもね、これ皆さんカメラ抜いてますかね、怖い時もあるんですけど、端っこにね、サイド際だとわりかし聞こえることが多いと思うんですけど、はい、岡田選手は気にするタイプですか、それとも気にしないタイプですか。気にしないタイプですけど、うん、キックオフで逆になってくれると、あ、よかったなと。逆だからね。ホームで、うん、逆方向で最初やると、こうなんか何も集中してというか、はい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 、はい、できるのかな。でもやっぱブラボーって言われるとやっぱちょっとこうテンション上がるのはあるんですか。そうですね、それは僕だけじゃなくてみんなもそうと思いますし、ね、まあ、特に吉尾選手もサイドですんで、そうですよね、後半なんか彼は特にあるんじゃないかなと思います。いいですね、ありがとうございます。はい、後でこれ言ったらぶっ飛ばされるかもしれないけど、ちょっと怖いんですけど帰るのが。いや、三木選手もありましたから、怖いじゃなくて熱いに変えてもらえますか。熱いのがいいですか。あ、じゃあちょっと同じ意味ですからね。はい、訂正します。すみません、はい。さあ、吉岡の選手行きましょう。ゴールパフォーマンス。はい。はい、まあ、去年ゼルビアポーズ。あ、吉岡選手が一番多分あのポーズ、まあ、やらせていただいたんですけど。やっぱ一人の力じゃこうなかなか広まりきらなかったんで、うん、今年はみんなにも一緒にやってもらいたいなっていうふうに。カエル選手だけじゃなくて点取った人はどんどんゼルビアポーズをやってほしいと、はい、俺も後ろでやっとくわ。いや、もうちょっとやってくださいよ。出てきてください、前まで。いや、出て多分ポッポさんに怒られる。それ怒られちゃう。何年じゃカエル決めたら後ろでやってるわ、はい、あ、いいですね。ちょっとじゃあ、吉尾選手のゼルビアポーズまた期待してます。よろしくお願いします。はい、頑張ります。さあ、佐野選手、チームワークということですけども、はい、どういうことでしょうか、チームワーク。まあ、去年から試合を通してチームとして戦うっていうのを強調してやってきたと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり今年もそのチームワークっていうのはすごい大事かなっていうふうに思ってます。あ、やっぱこうメンバー出演、皆さん仲の良さみたいな感じますか。そうですね、チームの先輩方は本当に優しい方々ばかりなので、はい、本当に優しいです。ちょっと棒読み硬いね。棒読みじゃないですか、ね、硬いですか。そうですね、なんか、はい、おかしい。本当じゃないかもしれない。ちょっと怪しいですね、これ。はい、本当です。誰に一番よくしてもらってですか、佐野選手は。そうですね、ちょっと出てこないですね。いや、全然出てこない。本当にみんないろんな人ね、
みんなに愛されてますもんね、はい、佐野選手は。いや、わかんないですけど。わかんなくないです、はい、さあ、ありがとうございます。さあ、続いての質問に参りましょう。こちら、ゼルビアで一番尊敬している先輩選手はということで、ちょっと今のお話にもつながるところがあるかもしれませんけども、ちょっとお話を聞いていきたい。ぜひ皆さん、楽しみですね。選手、これハンジさんが目の前にいますけども、ハンジさんの名前を書かなくても大丈夫ですか。いやいや、僕も選手じゃないですそうですねいや、これはまあなるべくお一人の方がいいですけど、選べないこともあるかもしれませんね。ハンジさん、やっぱり尊敬する選手は同じポジションの人多かったりするんですか、やっぱこういうのって。いや、そんなこともないですか。ないですね。あ、やはりあの人間として選手、ね、尊敬できる選手ってポジションは関係ないかもしれないですね。なるほど、逆にその精神性とかが重要になってくる、はい、ようなわりかし仲のいい先輩とかっていう可能性もありますね。はい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 、よくしてもらってるっていうさちょっと楽しみですね、福井選手が。いいですね、海野選手がニヤッとしたのもちょっと気になりますけどハンさん、すいません、ハンさんではないですねさあ、出していただきましょう、どうぞハンジさんではないという声もありましたけれども、はい、さあ、出てきました。まずは福井選手、中島優希選手だ福井選手、はい、中島選手を選んだ理由は。いや、もうずっとなんだろう、僕も特別試合だったんですけど、17年シーズンから、うん、ゆうくんはいつも優しい言葉もかけてくれますし、あ、まあ、あのすげえ真面目になっちゃうんですけど、うん、あのやっぱ試合も出て経験もある選手なんで、うん、まあ、本当にずっと背中見てきてるんで、いいですね。私生活でもよくしてもらってるんで、ご飯とか連れてってもらったり、うん、素晴らしいですね、はい、イケメンですしね。そうです、うん、中島選手は試合出てくるとこうぐっとこうなんかね、サポーターの熱も上がってる感じしますもんね、はい、もう本当にありがとうございます。さあ、お子ちゃんは奥山先輩というか、まあそうか、大学の、そうですね、早稲田の先輩なので、かけてさっき言われたんで、うん、いや奥山選手は書かないわけにはちょっといかないなって。奥山選手は言わないですよね、あんなちょっとすっとかないと、こまをやっぱ尊敬してますか。いや、すごいですね。どの辺がすごいですか、岡山選手。やっぱりその求められていることをきちんと 120% やる姿が、こんなこと言って恥ずかしいんですけど、がなんかすごいなって思う、本当に素晴らしいですよね。安定してるし、ね、あのファン、サポーター皆さんも岡山さんのあのサイドでの守備注目していると思います。ぜひ、ね、よろしくお願いします。すごいと思います。さあ、ということで吉尾選手は、福井選手を書いてますけども、はい、うわ、分かってんな。どの辺ですか。いや、特にないっすね。特にないんか。下から、うん、コウキ君より後輩の人からいじられても、そうか、ん、すごく、うん、大事ですね、はい、返してくれるし、うん、逆に先輩をいじってうん、いけるし。そうですよね、さっきの話もそうですけども、いやいや、やっぱりこのチームの空気を作るという意味では、はい、福井選手がいるとね、めっちゃ振り絞ったね、全然ないのに、ね、いろんな人のことをすごいなんか、うん、見てるような気がします。あ、これ実はね、見てくれてる、はい、ひょうひょうとやってるように見えてそうです、ね、チームメイトに愛があるんですよ。めちゃくちゃ真面目っす、ね、いや、本当その通り、真面目ですね、うん、いや、でもまさしくあのたくさんコメントいただいてる中でも、はい、福井選手のこの非常に貴重だと。いや、存在がね、はい、存在は、はい、いや、伝わってますね、たくさん書かれてます。これピッチ外の話、はい、ピッチ外、ピッチ外の話、はい、ピッチ外の話、外の話ですか、これ。ない、どっち、ないは、ない両方ですね、両方ね、はい、両方ってことで、お前それで収めんなよいや、ピッチ内ではね、あのポポさんと張り合って大声出してほしいという声も書かれてますけど、それはちょっと無理ですありがとうございますさあ、佐野選手は高井選手ということですけども、これはそうですね、吸ってるな、吸ってるね、これは吸ってます。どの辺がポジションも同じですし、はい、本当に毎日プレーだったりとても勉強になるので、はい、本当に尊敬してます。いいですね、自分の身近な、ね、ポジションのところで、はい、こうやっぱこう尊敬するということです ね、 そうですね、ありがとうございます。結構高橋選手はそのプレーの意味でもその私生活というか人間的にもやっぱり尊敬しているという、私生活の面でも言われたことをなんかすぐやっちゃうんで、はい、まあ、このヒゲのやつもそうなんですけど、え、たレオ君に言われたのそうなんだ、そうだって言われたんで、あ、はい、そんな強固な師弟関係があったんですか。ただのおもちゃやんじゃあそうだって言われるまでは
そうですね、とりあえず開幕戦までは。あ、わかりました、はい、ちょっとじゃあいつまで伸ばすのかが高井選手次第ということです。ありがとうございます。さあ、ということで続いてはですね、あのサポーターの皆さんからの質問に参りましょう。じゃあハンジさん、そうですね、いくつか選んでいただけますか。まあ、中ではやはり佐野海舟選手、まあ今ね、高井選手に言われたからって言ってましたけど、はい、特別そのヒゲを意識してるのは何か高井選手以外理由ありますか。いや、なんもないっすね。何かいいそこはちょっと広げてほしかったですね。そこがね、とにかく言われたからやってるんですもんね。はい、あ、じゃあ何でもとりあえずチャレンジはしてみようと、いろんなことを、はい、そうですね、去年の髪染めたのもそうですけど、あれもそうなんですね。そうか、あれ金髪にね、一回したのもね、はい、チャレンジだった、はい、なるほどなるほど。いろんなこう、気分転換といいますかね、そんなになりますから。ありますか、なんか。そうですね、質問はないですか、メッセージということですかね。まあ、カイナ選手応援してますもそうですし、はい、はい、はい、結構皆さんね、たくさん書き込んでいただきますけど、まあ、先ほども言ったようにやっぱりね、あの福井選手のような存在が貴重だっていう声もたくさんあるので、ね、ありがとうございます。引き続きね、はい、盛り上げていってほしいです。ありがとうございます。ます。さあ、最後にです、なんと水本選手からの質問が来ております。こちらです、どうぞ。福井選手に質問、新婚生活はどうですか。で結婚ね、おめでとうございます。おめでとうございます。楽しい、ありがとうございます。結婚しました。どうですか、はい、新婚生活は。いや、もう自分一人じゃないんで、あの本当に奥さんのためにもサッカーを充実させなきゃいけないですし、そうですね、それがまた、はい、なんだろう、夫婦として二人でやっぱり J1 行けたらよりいいなというふうに、このクラブでいいね、行けたらいいなと思ってます。真面目か。真面目っす。根は真面目っす。いいですね、夫婦共闘で J1 の方に行っていただきたいと思いますけども、はい、さあ最後にですね、サポーターの皆さんへ今シーズンの意気込みとメッセージを一人ずつよろしくお願いします。じゃあ福井選手からよろしくお願いします。J1 絶対行きましょう。おお、ありがとうございます。さあ岡田選手お願いします。まだコロナで大変なシーズンだと思いますけど、このシーズンも一緒に共闘よろしくお願いします。お願いします。吉尾選手お願いします。先ほども言いましたが、今年はたくさんのゼルビアポーズ皆さんで一緒にやりましょう。お願いしま す, します。さあ最後、佐野選手お願いします。J1 昇格という目標を達成できるように頑張りましょう。お願いします。お願いします。さあ、それでは吉尾選手から何度も話が上がりましたけども、あのゼルビアポーズを最後スクショタイムということで皆さんにやっていただきたいと思います。それではお立ちください。さあ、ありがとうございます。いや、これがね、今年何度も見れるといいですね。ありがとうございます。カメラは正面のカメラですね。いいですね、この4人のゼルビアポーズも。いや、いいですね。岡田選手もね、得点決めた後のパフォーマンス悩んでるなら、まずゼルスポーズまずはこれをね、やっていただきたい。はい、ありがとうございました。さあ、ということで、こちらのように福井選手、岡田選手、吉尾選手、佐野選手、お付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、貴重な、またちょっとこのやっぱりゼルビアポーズがやり慣れてる感じもありましたね、先ほどのね。吉尾海奈選手にはたくさんの教えてもらいたいですね。ずっと吉尾選手1年通してね、昨年やってくださってましたもんね。今年は、ね、佐野海舟選手がそういうようなポーズをしてくれるよう、楽しみですね。たくさん特選シーンもね、見れるといいですけども。さあ、ということで最後のグループになります。最後はチームを支えるこちらの4選手です。どうぞ。はい、キャプテン、背番号4番、ディフェンダー、水本博樹選手。お願いします。背番号5番、ディフェンダー、深津光太選手。お願いします。背番号2番、ディフェンダー、奥山正幸選手。お願いします。そして、背番号10番、ミッドフィルダー、平戸大輝選手です。お願いします。よろしくお願いします。お座りください。お座りください。気持ち悪いね。やっぱりこの、深津選手、やっぱハンジさん、こういうのやってるの、どうですか？いや、気持ち悪い。気持ち悪いのが第一印象っていうのと、はい、なんか生き生きしてるなっていうのと、はい、あとちょっと格好つけてる。格好つけるほど余裕ないです。よそ行きの顔してますからね。はい、そうなんですよ。水本選手、今までね、この、あの計8人か、あの
選手の皆さんがコメントしてましたけど、はい、皆さん の, あのインタビューというかコメントいかがでしたか。まあ、それぞれの選手のやっぱり人となりが出てて、うん、はい、あのサポーターの方も喜んでもらってるんじゃないかなと思ってますね。いいですよね、はい、こう人柄が出る、さすがキャプテンですから。そして岡山選手は先ほどね、あの岡田選手がこう、はい、いろんなお話してましたけども、いかがでしたか。いや、まあ厄介な後輩を持ったなと思ってそうですね、はい、でもしっかり尊敬してるということでしたので、ありがたい、よろしくお願いします、はい、そして平戸選手もね、よろしくお願いします。ご結婚もおめでとうございます。平戸選手もありがとうございます。もう新婚生活の方は楽しんでらっしゃいますか。非常に楽しんでます。非常に楽しんで、はい、よろしくお願いします。さあ、ということでこのねチームを支える4選手にお話を伺っていきたいんですけど、まず質問する内容はこちらです。チームの仕上がりは何点ですかという、これはまたすごくえぐった質問が来ましたね。じゃあこれ4選手書いていただきましょう。すごいですね。ただまあキャンプの仕上がりも非常に順調のようなので、はい、トレーニングマッチね、ハンジェスさんはどうですか、今チームのこの状況。いや、AC ギフさんと の,、はい、のライブ配信された試合も僕解説させていただきましたけど、うん、非常にまずは昨年のベースがあった中で新加入選手もあのマッチしてて非常にいいサッカーを素晴らしい試合でしたよね、はい、活躍する人が活躍したという試合でしたから、これが楽しみですけども、さあ書いていただきました、それは出していただきましょう、どうぞ。さあ、ということでまずキャプテンからいきましょう。70点ということで割とこう厳しめなのかなという感じですが、いかがでしょうか。あの沖縄と宮崎キャンプ通じてあのすごくいい状態に仕上がっていると思いますけども、やっぱり42節終わった段階であの100点取れるようなチームをやっぱ目指していきたいと思いますし、まだまだ僕たちはあの発展途上のチームだなというところで、はい、70点をつけたんで、まだあの、うん、期待込みの、はい、70点です。まだまだ伸びしろもあるぞという、はい、こっからのチーム作りということですね。さすがのコメントですね。その後の深津選手深津選手いかがですか、はい、100点。いや、僕は、うん、もう毎日みんな一生懸命やってるし、はい、もう後悔せずみんなやってるんで、その日できることをみんなやってるから100点です。あ、もうここまで全部やってきて、もうみんな全力出し切ってるんで、うん、100点を上げたいです。ということですね。やっぱここからだから120点、130点になっていくという。ここからプラスでどんどん上げていけばいいんですけど、うん、もうこの時点ではもう、もうみんなちゃんとやってるんで100点です。素晴らしい。深津選手らしいコメントです。さすがですね。ポポさんも見てるから。さあ、そして奥山選手いかがですか。いや、僕も深津選手と一緒で100点って書きたかったんですけど、はい、まあ、開幕まであと1週間あるので、うん、まあ、そこの1週間で残りの10点分をしっかり積み上げて、はい、開幕の段階で100点の仕上がりでいきたいなというふうに思ってます。その10点分はこの1週間でということなんですね、はい、ありがとうございます。さあ、平田選手90点ということですけども、今3人言ってくれた、はい、そのままです。全部言ってくれました。全部言われちゃったというか、ね、全部言ってくれました。まあ、はい、だから総じて皆さん同じですね。ここまではもう順調に行きましたけども、ここからの伸びしろもまだあるぞということなんですかね。ありがとうございます。さあ、ということで、続いての質問に参りましょう。こちら。キャプテンのここがすごいを教えてくださいということで、これはもうご本人は書かずに、水本さんは一緒に聞いていただくということになりますかね。はい、ちなみにハンジーさんはあのキャプテン、ここはすごい、どういかがですか。もう一言で言って、もうプロの中のプロですね。プロ中のプロ、はい、それはやっぱプレーもそうですし、まずはもう姿勢もやはり準備のところから含めて、誰よりも早く来て準備をして、素晴らしいですね、はい、そういう意味ではもうプロの中のプロ、もうその言葉で全てが片付くぐらい。いや、頼もしいキャプテンで、水本選手いかがですか、そう言われてますけど。照れくさいです。ハンジーさんからそういった言葉もらえると照れくさいですね。さあ、この後このね中心選手のこの残りの3選手がキャプテンのことをどういう魅力として捉えているのかということをいろいろ伺っていきたいんですけれども、やっぱこうなかなか皆さんこうご本人が目の前で聞くのはなかなかね、はい、ちょっとなんか緊張します。緊張しますよね。やっぱここでこういう時こそ伝えておかなきゃということですけど、さあ皆さん書き終えましたでしょうか、見ていきましょう、どうぞ。さあ、まずは深津選手、毎日の準備ということですけども、
もうハンさんが言ったように、はい、もう本当毎日同じことの繰り返しなんですけど、うん、それをやるのが本当に大変なんですけど、それを本当に毎日朝早く来て体感して、グラウンドも早めに行って、グラウンドでずっと走ったりストレッチしてるっていうのが、まあ、当たり前なんですけど、それを毎日やるっていうのは多分難しいことなんで、それを継続できるっていうのは本当に素晴らしいなと思うし、本当にお手本だと思うし、まあ、見習いたい部分はたくさんありますけど、うん、まあ、本当に、まあ、年下ですけどいい先輩のような感じです、うん、こう地道に毎日やることをしっかりやっていく、ね、ということですね、水本選手ということでございます。いや、それはやっぱりご自身も意識されてるんですか？そうですね、若い時から、うん、素晴らしい先輩たちの姿を見て、なるほど、やってきましたし、やっぱりそうしないと自分自身勝ち残っていない世界なので、 そ、 う、はい、それがしっかりゼルビア選手に受け継がれていっているということですね。さあ、奥山選手はお手本ということですけれども、はい、こちらもそうですね、まあ、はい、深津選手が言ったように、うん、まあ、その毎日の準備ってところもそうですし、うん、本当にプロとして長くやってきている、まあ、理由っていうのが日常生活からすごい垣間見えるので、うん、まあ、そういったところもそうですし、お手本っていう面では去年、水本選手は春山美咲選手をもう弟子に取ったかのように、すごい1年間ずっと目にかけて、はい、まあ、育ててきたというか、はい、っていう印象がすごい強いので、うん、まあ、そういったところでも若手選手のすごい、まあ、いいお手本になってくれているのかなっていうふうに思います。水本選手は春山選手をこうちょっといろいろ教えてあげたりとかしてたんですね。まあ、去年ルーキーでしたし、はい、チーム自体もやっぱり若いので、うん、まあ、そういった若い選手たちがやっぱ活躍することがゼルビアをまたさらに、高い場所に連れてってくる、まあ、そういった部分もあるので、まあ、聞かれたことには、まあ、答えますし、はい、まあ、アドバイスも少しは、はい、しました。なるほど、そういう、 もう育成もねしっかりしてらっしゃるということで、じゃあ最後平瀬選手お祝いをしてくれるということですけどもこれはどういうことですか？いや、もう僕たち選手だったり、はい、毎回誕生日の選手たち皆さんに水さんがプレゼントを優しい用意してくれて、そうなんですか、それプラス、はい、今回僕が結婚したっていう時にもお祝いをいただきました。うわ、優しい、すごいお気遣いのプロってすごいですね。水本さん、誕生日とかみんなの覚えてるとかメモ知ってるんですか？ちゃんと把握して、はい、ちなみにプレゼントは どういうふうに選んでるんですか？あ、まあ、妻と相談して選んだり、日常使えるようなものを、はい、うわ優しい。ちなみに深津選手は昨年水本選手から何いただいたんですか？ボディーソープと香水、うん、あ、いいですね。いや、試合前に香水つけるんですよ、はい、水本選手が。あ、そうなんですか？試合前に、ロッカー隣なんで、すごいいい匂いがして、うん、この香水すごいいい匂いだねって言ったら買ってきてくれたんですよ。小田君の300試合の記念で、はい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 、本当にそうなんですか、はい、試合前香水つけるっていうのはなんか自分的なルーティンというか願掛けというか。いや、僕以外にもつけてる選手は結構多いんですね、いますけど、はい、あ、そう、じゃあ気遣いのプロなんですね。すごい、ここまでみんなの前でベタ褒めされるっていう時間が恥ずかしい。いや、それだけね素晴らしいキャプテンということでございますけれども、さあ、続いてこちらに参りましょう。どうぞ。バックスタンドやクラブハウスへの期待はということでございました。あ、これがだから新しくできるわけですので、こう皆さんがどう考えているかというのをちょっと聞いていきましょうか。ハンさん、やっぱ全然違いますもんね、クラブハウスができるとかっていうのは ね、 楽しみですね、本当に。僕も選手としては味わえなかったですけど、うん、スタッフとして味わうことでも非常に楽しみですね、はい、ね、今年できるということですから楽しみですね。で、特にその選手からしてもやっぱりクラブハウスがあるというのは大きいんです。いやー、もう深津選手からしたら待ちに待ったというような念願のということになりますよね。ありがとうございます。さあ、書いていただけましたでしょうか。さあ、お書きいただきましたね、見ていきましょう。どうぞ。まずはキャプテン、はい、やっぱ楽しみですか？楽しみです。あ、
やっぱクラブハウスっていうのはやっぱあるのとないとやっぱ違いますか？そうですね、はい、やっぱり違うと思いますし、うん、やっぱりみんなが集まって、いろんな話をしてっていうところで、まあ、今もできてますけども、うん、よりチームのやっぱりそういった部分で深まっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そういった部分でチームのやっぱり助けも借りながら、はいはい、上を目指していきたいと思ってます。いいですね。そして深津選手も楽しみということで。そうですね、まあ、もうクラブハウスを使ってたイメージがもう湧かないんでどんな感じで使うんだろうっていうのもあるんですけど新たにね、まあ、だから本当楽しみしかないですね。あ、いいですね。さあ、横山選手は待望ということで、まあ、同じような意味ですかね、やっぱりね。そうですね、まあ、楽しみっていうのもそうですし、うん、まあ、バックスタンドができている姿とか、見て本当に立派なものができているなっていうふうに思いますし、クラブハウスも新国立競技場を作った隈研吾さんの事務所が設計してくださるってことで、うん、まあ、どんなものになるのかっていうのが非常に楽しみです。楽しみですね。さあ、そして平瀬選手は J1 仕様ということで、まさにそういうことですね。そうですね、やっぱりスタジアムだったりクラブハウスが J1 仕様になるので、うん、僕たち選手たちもピッチで J1 仕様の戦いが J1 に近づけるように頑張りたいと思います。はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。続いての質問はこちらです。新加入選手が加わり一番変化したところは、あ、これはですね、テセ選手からの質問ですかね。フリップなし、これ口頭で言ってもらえればいいですか。あ、ということで、そうか、テセ選手、そう、新加入選手からの質問ということですけど、いかがですか、キャプテン、この新加入選手入っての変化は。そう、実績ある選手含め、頼もしい選手が入ってくれたので、うん、今シーズンの、僕たちの戦いにサポーターの皆さんも期待してもらっていいと思います。うん、楽しみですね。深津選手いかがですか。いや、もう本当に経験ある選手がたくさん増えてくれたんで、もう本当に、まあ、その選手と一緒に同じ方向を向いて一緒に戦っていけたらいいなと思います。うん、奥山選手いかがでしょうか。まあ、重なるところはあるんですけど、はい、まあ、本当に能力の高い選手たちが加入してくれたので、まあ、攻撃でも守備でも、まあ、一段階二段階上のチームになったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあ、広瀬選手いかがですか。キャラの濃い選手たちが入ってきたので、はい、ピッチ内外で盛り上げていけるように頑張ります。はい、ちなみにその新加入選手だと誰と、広瀬選手は一番。模擬修選手ですね。ああ、模擬修選手は どんな選手ですか。いや、まあ、サッカーでは手足が長くて、はい、うん、本当に頼もしい存在ですけど、はい、ピッチ外ではまだ若手にしか見せてない面があるんで、うん、それをチーム全体で見せてもらえたら、はい、楽しみですね。はい、楽しみです。キャプテンと茂木修選手のそういうちょっとなんていうか、ちょっとこう崩した姿とかまだ見てないですか。まだ見てないですねこれから、はい、これから楽しみ。そういう面もね、見れるかもしれません。さとみさん、ここでまたたくさんの方からのコメントが届いてありますので、はい、お願いします。たくさんありますね。まあ、その中でも4選手にお聞きしたいのは、今季期待する選手は誰ですか。やはりベテランの選手たちなので。そうですね、はい、自分に期待してくれっていうのもありかもしれないです。いいですね、ぜひ、はい、じゃあキャプテンから、僕は平戸選手を期待したいと思います。いいですね。どんなまずは背番号、うん、10番、10番、まあ、10点取ってほしいです。まずはですね、はい、もう本当に攻撃の軸となると思うので、はい、まあ、そこを期待してます。さあ、本人にしっかり伝ったと思いますそういうことで、深津選手いかがですか。期待する選手、僕はテセさんですかね。あ、テセさん、はい、やっぱベテランだしストライカーで、まあ、僕はどっちかというと背中を、ハンジさんの背中もそうですけど、背中を見てついていくタイプなんで、うん、まあ、引っ張っていってほしいなと思います。ありがとうございます。さあ、奥山選手はいかがですか。僕はアーリア選手で、あ、まあ、ポポさんとも非常に長くやっている選手ですし、まあ、経験自体も非常に豊富な選手なので、まあ、一緒にプレーしていてすごい勉強にもなりますし、はい、本当に信頼できる選手なので、はい、まあ、注目しています。楽しみですね。さあ、平瀬選手、名前も上がりましたけれども、平瀬選手が注目する選手というのは。僕は三木海選手で。おー、三木選手、はい、どういうところが注目ポイントになりますか。
やっぱサイドから僕たち前線の選手の動き出しっていうのをよく見てくれてるんで、いいクロスだったりとか背後へのパスっていうのを見てくれてるんで、そういう部分にちょっと注目してほしいなと。楽しみですね。さあということで質問の方はたくさんありがとうございました。最後にですね、サポーターの皆さんへ今シーズンの意気込みとメッセージをそれぞれよろしくお願いします。まずは水本選手、よろしくお願いします。今シーズンも昨年と変わらぬ応援をよろしくお願いします。僕たち選手はその期待に応えれるように毎日しっかり練習して、たくさんの勝利を皆さんに届けたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ深津選手、お願いします。もうチーム一丸となって、昇格に向けて一試合一試合全力で戦います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ奥山選手、お願いします。はい、今年も1年、自分たちらしくしっかり戦って、見ている方の心を揺さぶれるようなプレーをしたいと思ってます。今年1年間よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ最後に平戸選手、お願いします。ファンサポーターの皆さんの期待に応えられるように日々全力で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで、ここで皆さんにもゼルビアポーズの方をですね見せていただいてスクショタイムにさせていただこうと思います。それでは皆様お立ちください。お願いします。このフォーショットでセルビアポーズが見れるのも貴重かと思います。では皆さんお願いします。 Z を作ってください。ありがとうございます。いいですね。カメラはあちらですね。この4人がこのポーズをね、また試合でもしてくれることを楽しみに。痛いですね。痛いですね。いいですね。はい、ありがとうございます。さあということでお付き合いいただきました水本選手、深津選手、奥山選手、平戸選手でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ハンジさん、いろんなお話聞けましたね。いや本当ですね。開幕を控えた、生の声を聞けて非常に良かったと思います。貴重なタイミングで貴重な話聞きましたので、これでまた試合を見るのもね楽しみになりました。ありがとうございます。さあということで、それではここで皆さんにお知らせです。先日 JID を登録していただいた方限定でユニフォームデザインのスマホ用壁紙を配布いたしましたが、大変好評でしたので第2弾として全選手のデジタルサインが入ったユニフォームデザインの SNS 用アイコンを公開することになりました。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。先ほどのゼルビアプレイヤーズトークに登場した選手のアイコンももちろんございます。ダウンロード方法は公式ツイッターにてご確認ください。自分だけの推し選手のアイコンにして一緒に開幕戦を迎えましょうということでございまして、いやこれはもうあと1週間ですもんね。もう1週間ですね。開幕早いですね。もう終わってみたと思えばもう開幕ですよ。本当ですよね。いや本当にこれでまたいろんな選手のこうちょっとことも知れましたし、試合がより楽しみになりました。ありがとうございました。さあということであっという間でございました。いや早かった、もっと聞きかった方、またこのいろんな機会があったらね、こういうゼルビアプレイヤーズトークのようなことがまたどっかでできたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで僕はこの辺で、里見さんとはここでお別れとなります。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。里見ちゃんでした。それでは里見さんに大きな拍手をお願いします。またお願いします。